こんにちは、こんばんは、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えっと、MH さんのドラマで、また日は昇るっていうふうな、えー、ドラマがあるんですけども、それは、警察学校の若い青年がですね、まあ、あの、すごくね、 あの女の子と一緒にねえー、宿舎をね出てねデートしに行っちゃったりとかもうはちゃめちゃなんですよ。ではちゃめちゃなんだけどこう何て言うかないろんな訓練をしたりとかしていくうちに最後ね立派な警察官になるんだなるっていうねあのドラマなんですよ。でえっとなんか MH さんのドラマを見てる限り えー、本当にこうなんていうかなうんその時代背景っていうかなんか問題要素をなんか感じ取れるような作品が多くて、うん、でまあ,あの政治家になる方とか、まあ、警察官になる方っていうのは本当にね最初はねあの国民のためとか国のためとかね市民のために安全のためにって言って。 熱き思いで警察官になられると思うんですけれどもいや今回ね、ちょっといろんな事件があってですね、まあ、細かい事件ではもう盗撮とかそういう風な事件も多かったんですけれども、えっと、先日ですね、まあ、動画上げたやつが広告とかも全然つかない状態だったんですけどなんでだろうかなと思うんですけどやっぱり警察ネタだとちょっとね あれなのかなと思うんですけど、えー、っとですね、えー、まあ、今回、ですね、えー、千葉県警の捜査4課で、えー、岡田誠容疑者が今回、正式に懲戒免職になりましたで、まあそりゃそうですよねと思うんですけど、 えー、この容疑者なんですが、4件のことが立件されています、2014年と2017年に、まあ、2人の、ね、女性の鍵をかかっていない窓から侵入し、包丁で脅して、なんかね、ちょっとよからぬことをしたと、で、2022年の6月、入浴中の女性を盗撮。 ちょめちょめめゃですねで2022年8月、駅の駅で女性のスカートをちょめちょめしちゃったみたいです。ねで4件の事件で、これちょっとこの容疑者は顔が出てないのでどういう人なのかわからないんですけど、とりあえず懲戒免職になっています。うん で、えっ、ー、と、今度ですね、もう一件がですね。ええー、この人はですね。ち、えっ、ー、と、千葉地検の松戸。支部において。十八日。小林と、とし、とし。紀行容疑者、三十九歳。 この方は三十えっ、ー、と、松戸市在住の、えー、巡査部長、警視庁巡査部長を、公安ですね、の、えー、巡査部長を起訴してます、18日にね。えー、2022年の5月の4日、 午後15時35分ごろ、千葉県内の、えー、敷地内、住宅地内に置いて、置いて、13歳未満、10歳、11歳、12歳、いずれかの常時に、 ちょっとね、よからぬことをしたということですね。うん。それで、まあ、起訴されました。この方は松戸市にも、に在住してます。うん。お家の方がね、前写真写ってたんですけど、それはちょっとね、どうなのかなと思うので、家族構成とかはどうなんですかね。えー、まあ、ちょっとまだわかってないんですけど。 うんちょっとねあの、千葉ですね、まだ千葉県内の、えーとまあ、消防署員とか、また千葉県内の刑事さんとかも、えー、なんかね、えーと、商業施設においてとまるとかしてます、うん、本当にそういうふうな事件が多くなっています。でまあ 一時期ね、えー、と成田ってあるじゃないですか美咲ちゃんの住んでた成田のちょっと先の海の方でえっ、ー、となんか東金っていうところがあるんですけどその辺あたりもえー、なんか893関係の人がファミレスでバンだったりうん。 ちょっとうんそういう事件が多々多くなっていますでやっぱりこう警察の内部でこういうふうなことが起こってしまったりとかするとあの千葉の方の例えば検挙率とかそういうのもあってそういうなんかここ,よここ警察でもここ警察でも この地域は強いとかこの地域は強くないとかやっぱりこうなんかねあの捜査のね方でもやっぱりあると思うんですけどわざわざ千葉の方に来てあの犯罪を犯すみたいなこともあるみたいでそのあっちの成田とかあの辺とかは、うん、とちょっと国際的な感じもあって。うん いいいろいろあるみたいですねやっぱり一時期は成田空港も、うん、うんと本当に警察官が常にこういて、えー、入場者等も全部チェックしてみたいなパスポート見せてとか身,身元がすっきりしてない方は入れないような状況もあったぐらいなんですけどちょっと千葉の方がうんと。 やっぱりこうそのえー、やっぱり警察の方っていうのもやっぱりいろいろねあの情報を得るためにダークな世界の方と交流があったりとかそういうふうなこともあ,るありますよねもちろん、ね、それ調査をしてこう駆け引きとかあると思うんですけど。 例えば OB とかそういう風な方々にやっぱりこう大手の企業とか、うん、いろんなところでこう天下りじゃないけれども会ったりとかして、ね、ちょっと見逃してほしいねとかいう風なことがあったりとか、まあ、とにかくこう警察官 やっぱりこの初心に帰っていただくことでやっぱりこの、ねえー、身内をかばうわけではなくてやっぱりこう悪いものは悪いいいものはいいできちんと、ね、悪いことをした人は、ね、それでちゃんときちんと、あのーね、罪を咎、ねえー、償ってもらうようにしていただかないといけないかなと思います。 ちょっとこのね、えーまあ、関係ないとは思うんですけれども、やっぱ千葉でねこういうふうなちょっと怖い事件があったので、うん、やっぱりこうね市民の安全を守る警察官であるので、まず初心に立ちかっ戻っていただいてやっていただけたらと思います。で 最近ですねちょっとうんうんうん <laughs> さんのえっ、ー、とほう、ね、なんか、うん、ちょっとと,とある YouTuber さんが走ってたんですけどもなんかねえっ、ー、とアイスクリームをねくれるって言ってて子供たちにね遊びに行くとアイスクリームをくれるなんかすごい気さくなおじさんだったっていうふうな話を聞いてて。 ね、でアイスっていうのでね、うん、ちょっと引っかかったんですけどアイスくれるっていうのはねそのアイスなんだっていうあれかなと思っちゃったりとかしたんですけどうんやっぱり警察の方はねしっかりねえー、とまあ例えば大学とかそういう大学 関係のつながりとか、やっぱりこう上と上のこう兼ね合いとかもあるかもしれないんですけど、やっぱりこう、ね、あのしっかりやっていただけたらと思います、本当にね、こう、えー、趣味になって、ね、聞いてくださる方もいらっしゃるんですよね、昔ね、うちのポストが壊れてて、うん、ねまあ、ちょっとね、あの郵便物がなくなったりとかした時があったんですけど。 うん、その時もねあの警察の方しっかりね調べお話聞いてくださいました、ね、ちょっと変な、ね、あの業者とか変な痴漢の人とかも出たりとかするところもあるみたいなんですけど本当にねこう1人暮らしの方のところに回っていただいてしっかりこう安全確認されてらっしゃる方もいらっしゃいます、ね、あの本当にこうやっぱりね、えー、鏡となる方警察官の方 しっかりね。やっていただくことで。その？ね、地域の安全は守られると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いします。